はい、こんにちは。まえチャンネル前原です。今日はですね、こちらなんですけども、こちらなんかわかりますでしょうか。これはですね、トランスフォーマーのおもちゃなんですね。トランスフォーマーって言ったらですね、僕の世代なんかは、昔ね、子供の頃やってたアニメでトランスフォーマーってあって、司令官のね、コンボイっていうトレーラーがですね、変身して、あれよく見てたんですけども、今ですね、ハリウッドで実写映画化されておりまして、それがですね、今年の2014年夏に4作目が公開されるんですね。で、私ね、それ知らなかったというか、最近ですね、トランスフォーマー第1作目をこの前見たんですけど、あれがね、すっごい面白かったんですよ。こんなにガチャガチャ変身するんだと思ってね。えちゃんもちょっと見たけど、あれ面白かったでしょ。変身すごいよね。ガシャガシャガシャってね、変形ね。トラックの変形できんだよね。そうそう。映画は4作やってまして、2007年が第1作のトランスフォーマー。で、2009年がトランスフォーマーリベンジっていう第2作目。で、2011年が第3作のですね、トランスフォーマーダークサイドムーンっていうのが第3作目。で、2014年今年に、トランスフォーマーロストエイジっていうのが公開されるんですね。なんかね、見ててね、すごい面白くて、いろいろね、おもちゃないかなと思って調べてたらですね、2014年5月にですね、これまだ出たばっかりのこのムービーアドバンストシリーズっていうのが出てまして、思わず買ってしまいました。はい。長々となってしまいましたけど、そういうことですね。で、これは、何かというと、その第1作目から出ているバンブルビーっていうですね、黄色の車のオートボット、まあロボットですね。まあ黄色だっちゃうね。そう、これです。この車が、トランスフォームするとこんなロボットになるわけですね、劇中ではですね、第1作の時は喋れなくてね、音の機能が、声の機能が壊れちゃってラジオで話すんですけど、またそれがね、なんか面白い。よし、では早速開けてみたいと思います。中にはですね、一応遊び方説明書っていうのが入ってますね。結構複雑に変形するはずなので、これ見ないともしかしたら正しく変形できないかもしれないです、おー、すげえはい、こちらがバトルブレードバンブルビーですね。すごいね。すごい、思ったよりも全然ごっつい。そしてですね、フルアクションなので、しっかり手をこうやって手が動かせたりするわけですよ。足も動かせるしね。これいいね。すごいかっこいいけど。すごいかっこいい。じゃあせっかくなので、ちょっと車に変身させてみたいと思います。はい、ということでできましたね。結構大変だったけどできました。腕の部分を収納するのが結構大変でしたね。腕の部分、まあ、ちょっと後で見せるけど、くるっとね回すのがあってね、そこが面倒くさかったけど、これ車としてすごいかっこいいよね。ちゃんとねタイヤも動くしね、ちゃんと車として遊べるんだよこれ。はい、こんな感じです。車はね、ちゃんと車のロゴも入っててね、こんな感じ。結構かっこいい車だよねこれね。で、ドアを開けることも一応できますね。まあ、中がねちょっとごちゃごちゃしてるから、劇中でももちろん人が乗ることができるんですけどね、はい、こんな感じですね。はい、じゃあ、今度は変身をしてみたいと思いますね。はい、ということでロボットモードにできましたね。これでも3分ぐらいかかったかな。ここちょっとかかるかな。でですね、ここの右腕がですね、実は稼働するようになってまして、こんな感じで武器が出せますね。はい、これね。で、反対側もここにボタンがあってですね、こんな感じで、一応剣を出せるようになってますね、ブレードがね。はい、こんな感じです。組み立てにはですね、ちょっとね慣れが必要なんですけども、何回かね組み立ててると説明書見なくてもですね作れるようになります。大体5分もしなくてねできるようになるかなと思いますね。で、やっぱりねこの車自体がすごいかっこいいので、まあ、こうやって普通にね車で遊ぶこともできますし、それに飽きたらねロボットにして遊ぶこともできるんで、これはね男の子は好きなんじゃないかな。やっぱねものがこのロボットに変身するって楽しいですよ。これやっててね、思いました、本当に。はい、ということで今回はトランスフォーマームービーアドバンストシリーズのバトルブレードバンブルビーでした。